クストリバーレ出張特別企画ラビチューブ。みんな見てる？ズールの伊住遥です。この番組は俺たちがラビチューブクリエイターに挑戦して楽しい時間を届けるっていう番組なんだって。あのさ、他のメンバーのラビチューブ全部見た？トーマが勝手にちゃんとやれんのかって心配してたけど、俺たちバラエティ慣れしてきてる気がする。まあいっか、つまんないより面白いって笑ってもらえた方が勝ちだしね。つうわけで俺も全力でチャレンジするから、みんな応援よろしく。てか、なんか目の前に置かれたんだけど、これ何？ああ、トラウト南はちゃんと見てなかったけど、トーマがめっちゃはしゃいでたやつじゃん。これ、後で写真撮らせてほしいです。別に可愛いとか思ってないし、ただの記念。それじゃあ最初のコーナー行くからね。びっくりドキドキ箱の中身はなんだろうなコーナー。この箱の中にアイドリッシュセブン、トリガー、リバーレが考えたチャレンジ内容が入ってるんだって。絶対ろくなの入ってないよ。ルールは回答権は3回まで、3回間違えると罰ゲーム。ヒントは1回、中身に関する質問ができる。正解するまでか回答権を使い切るまでのタイムを測って全員と競うだってさ。ふーん、マジで俺的には負けるとかありえないから、絶対当てる。てか1位になってやるから見とけよな。罰ゲームはセンブリ茶だっけ？すごい苦いんだよね。俺は絶対飲まないから用意しとかなくていいからな、マジで。うわ、想像しただけで口ん中シパシパしてきた。あとはタイムはこの辺に出てるよね。ズールで唯一成功した南にも勝ってやるし、多分絶対。でもこうやって純粋に企画を楽しめてるのもリバーレたちの先輩たちのおかげなんだよな。やっぱり勝ち負けにあんまりこだわらないでやってみようと思います。うん、じゃあ早速始めるから、えい。ビビってなんかない。ビビってなんか。なんか尖ってた？もうやだよ。なんだよこれ。尖ってるとか聞いてないし。さっさと終わらせてやるから。尖ってるのがたくさんある。何これ。たわし？はぁ？泉がやってたからって俺には出ないなんて知らないし。くそ、泉だったらもっと難しい中身でもよかったじゃんか。もうほんとわかんない。トゲトゲしたやつがたくさん生えて、あ、あれじゃない？ヘアブラシ。また間違えた。やっぱり俺には無理だよ。みんな12月。待って、分かったかもしんない。もう一回触ってもいいんだよね？トーマ、ミナミ、トラオ、それからファンのみんな見てなよ、俺当てるから。やっぱりあれじゃん。なんで分かんなかったのかな。中身はクリスマスツリーでしょ？うん、当たり前じゃん。失敗するのはトーマとトラオだけで十分だっつうの。でもヒントなかったら答えられなかったかも。だからありがとうございました。
というわけで俺もチャレンジ成功できたよ。もう12月で1年も終わっちゃうけどさ、来年も俺たちと最高の年を迎えようぜ。以上、びっくりドキドキ箱の中身はなんだろなコーナーでした。チャレンジ、お題はなんだろなコーナー。この箱に入っているくじを引いて書いてあるお題にチャレンジするっていうコーナーだってさ。いつも通りアイドリッシュセブン、トリガー、リバーレが考えたお題が入ってるんだけどさ、俺でラストだし、マジで変なの入れてないよね、あの先輩たち。はあ、まあ引くしかないよね。これ。え、何？キャラクターシルエットクイズにチャレンジ by イオリ。アイドリッシュセブンの泉イオリ？キャラクターってよくわかんないけど、まああいつなら無難な内容にしてくれそうじゃん。トリガーの苦情とかリバーレの2人からのお題じゃなくてマジでよかった。あ、なんでもない、今のなし。スタッフさん、用意してください。なんかモニター出てきたけど、ルールは市場の流行を把握するのもアイドルとして大事なことです。シルエットを見て10秒以内に何のキャラクターか当ててください。はぁ、あいつ全然無難な内容じゃないじゃん。つうかバカにすんなよ、俺の方が流行りに詳しいし。四つ葉に勝てるかは分かんないけどさ。ふん、でもやってやろうじゃん、全問正解してやるからな。あー、わかった、めちゃくちゃ簡単じゃん。これウサ耳フレンズのやつでしょ。は？なんで？キャラクター名で答えろってこと？あいつこういうところでも厳しいのな。わかった、次お願いします。あー、なんだっけこれ、見たことある。プリンの友達のあれ、メレンゲ姫。やった、四つ葉から死ぬほど聞かされてるから覚えてたし。これ泉なりのサービス問題なんかな。わ、なんでこれ問題に出すんだよ。別に好きなわけじゃないからな、たまたま子供の頃グッズ持ってただけだからな。ガオガオザウルスの T 君。マジで俺の趣味とかじゃないから、答えられたからって勘違いすんなよな。泉、四つ葉、今度俺から問題出すから覚悟しとけよ。よし、ぶっちゃけ全問正解できたようなもんだし、正直めちゃくちゃ嬉しいかも。以上、チャレンジ、お題はなんだろなコーナーでした。つーわけで、俺たちズールのラビチューブ挑戦も俺の回で最後になります。みんなにも楽しんでもらえてたら嬉しいな。他のメンバーのもめちゃくちゃ面白いからさ、まだ見てないって人も、もう見たよって人も、お気に入り登録して何度でも見返してよね。にゃんにゃんポーズ？なんだよそれ、先輩だからってすごいことさせるよな。くそ。それじゃあ今日はバイバイ。にゃんにゃん。